詰まってんの。間違いなく。どう、そろばん弾いても合わねえんだから。あ、俺貯金ゼロだから。全部でいくらあれば足りるの？その貸してくれるつもりがある人だったらここで聞かないと思うし、お茶箱の金は、昨日か10日？入ったのが14万円。いや、だから俺は借りる方が偉そうにはしてないよ。もう貸してくれないのが当たり前だと思ってるから。1ヶ月に、キャスで14万か。で、それで、ここの家賃をぶっ込んだから、ゼロ。残念ながら。ここも家賃滞納してたからね。ああ、ここに口座番号とか貼っちゃうと、俺がバンになっちゃうから。だから、囲いがいないんだって、俺には、リュウジさん。と収入もだからないよ。ゼロだよ。もう残機ない。だから、ここでは住めるけど。そうよ。入ってきたら、そのまま、そのままぶっ込んで終わりだよ。しゃーなしだね。しゃーなしだね。じゃあ無理じゃん。そうだよ。夜逃げはしないな、俺は。逃げるとこもねえし。いや、開き直るっていうかもう、まあ店はもう、いつの時期かわかんないけど、なくなるんでしょ。大衆酒場うなは。いつかは。家電売れば、そう。ポンチ君。家電を売ればってどこの家電を売ればなの？いやー、俺踏ん張れねえと思うよ。まあ確かに型落ち出るだけど、まあハイスペック出るだからね。でもこれ売っちゃうと俺配信できなくなっちゃうから。だパソコン売っちゃったらダメじゃねえかよ、ポンチ君。もう売るものねえだろう。俺んとこから欲しいものなんて誰もないと思うよ。です、ありがとうございます。あ、グラスを売るとか？
からな。そういうのやんねえからな。コンチさんってさ、多分バカなんだと思う。包丁の中古は絶対に職人は買わないよ。分かってないでしょ。包丁は買わないんだよ。人が使った包丁は。素人が使える包丁じゃねえんだっつってんだよ、俺が使ってんのは。パソコン売ったら放送できなくなるから。買わない。絶対買わない。人が使った包丁絶対使わない。いや、包丁自体が、職人さんの包丁だから。あ、ごめんね、俺 iPhone で更新、放送できないの。やり方わかんないから。昔から、パソコン以外では俺放送やったことねえから。あのさ、マーシャルアーツ、前歯のね、な、歯がねえ男をどこが使ってくれんの？このクソじじいを。じゃあお前が紹介してくれよ。そんなこと言うんだったら俺じゃあ頑張って働くよ。なあ。もうあと30分ぐらいで5時になるな。今日は5時で終わりな。今日も楽しかったね。ありがとうございます。クラウドファンディングをやれ。そんなクラウドファンディング俺がやったって集まんねえよ。怠け者だな。間違いなく怠け者だと思う。まあ信用はないよね。みんな働いてるのだよ。マーシャルアーツはなんでこの時間に起きてるの？働いてる人間が。お前も働いてねえだろ。嘘つくんじゃねえよ。あ、明日休みとかそういうのいいから。ああ。そういうのいいよ。いらねえから。本当に。ああ。リズムが狂うだろうがよ。明日休みだったら今日起きてんのかよ。お前。日常通りの生活送ってねえってことじゃねえかよ。ああ嘘ばっか言ってんじゃねえぞ、この野郎。クソ野郎がよ。おい。働かねえから、俺は。あ？寝てんだ、おめえは、普通に。
お前今日働いてきたんだろ？眠くないのかよ、バカが。違うよ、祝日ぐらい知ってんだよ。んなのは、バカか、ほんとに。何も明日祝日だよ。あの、休みだよ。いや、知ってるっつんだよ、そんなもんは。な？仕事もしてねくせしやがってよ。何言ってんだよ。寝ろよ、早く。寝ろよ、マーシャル。なんで寝ねえの、お前。明日休みなんだろ、明日ってか今日。どっか出かけねえのかよ。こんな時間に起きてたら明日お前一日無駄になんで。うん。どうしちゃったのよ。あ、うん、いや、働けよとか働かないのとかの話じゃなくて、なんでお前寝ないの？何嘘つくの、そういうの。はい、価値観。佐野価値観です。はい。マーシャルクズです。もうお前のコメント読まねえから。うん。打つだけ無駄なんで。はい、さよなら。はい。いや、勝っちゃってんだもん、完全に。うん。パチもさっき俺に潰されたしな。1500円ランチだから。うん。残り物1500ランチで負けたんだから。な。お疲れ。うん。色の変わった刺身食ってりゃいいんだよ。ふん。焼けたおめえ刺身。ああ。漬けて食ってりゃいいんだよ。ざまみろ、クソ野郎が。ロキスケありがとう。おどうす。まあカッパはね、いつも俺のね、枠開けると来るから、うん、こいつは無職なのは分かってんだけど、うん。はい。もう、金八先生、もう発狂しちゃってんじゃん。あのさ、少なくともコメントは1行で決めて、何行も打たなくていいし、わらわら多すぎるんで。はい。一発で決めて。うん。よろしくね。うん。だるいから。うん。無駄に行使うなよ。使い物なんねえんだから。役に立たねえんだよ。働けないって惨めな。そうだな。惨めだな。まあ、でも、梅干し食って、焼酎飲んで、配信できてりゃそれでいいや。おや。あとなんか、欲しいものはない。うん。